こんにちは、ティナ&ティムアメリカ暮らしです。本日はそうだサンディエゴに行こうその3という話です。3回目はね、サンディエゴのリゾートについてお伝えしたいかと思います。これはもう次の日なんですが、到着して次の日ね、ちょっといろいろサンディエゴの周りに行ってみようということでね、車を走らせております。せっかくサンディエゴに来たので、まあお魚とかね、新鮮で美味しいものが食べられるんじゃないかななんて思ったもんですから、ホームページで調べたらですね、お刺身とか買えるお店があるらしいということが分かってね、今そちらの方に向かっています。ただね、お刺身、私好きなお刺身っていうとね、紅トロだったりしますのでね、そうなるとね、ここで取れたもんじゃないんですよね。それにしてもシーフードは好きなのでね、そんなお店がね近くにあるということなので、とりあえずね、どんなところか行ってみようということでね、今向かっております。この場所はね、なんかストレージとか、お店、そうですね、なんか卸のお店が多いような気がするんですが、そんなね、アムトラックのすぐ端のところにありました、お店がね、Yelp というサイトでね、結構上の方にありましたので、このカタリナオフショアプロダクトというね、そういったね、あのところに行ってみました。で、中を見るとですね、お魚ね、生のお魚、が置いてあるというお店ではあったんですが、どうですかね、日本人の感覚からするとね、日本のお魚屋さんって感じじゃないですね。ちょっとね、匂いも結構きつかったのでね、これお刺身で食べられるのかななんて、ちょっと思っちゃったんですが、いろいろ見たものの、そんなにどうかな、美味しいもんあんのかなという、もちろんね、マグロでお刺身なんてもいいんじゃないかななんて思って、見ては見たものの、あんまりどうかなっていうものも多かったです。でね、このサンディエゴっていうのは、ウニが結構ね、美味しい場所ですよね。なんでね、ウニもどうかなって思ったんですが、ウニもあんまり気が良くないなーなんていうことでね、やはりね、ちょっとね、匂いとね、その雰囲気とで、ね、買うのやめました。それでね、次に行ったのがね、日本人である私としては悲しいかな、日系のスーパーマルカイマーケットに行きましてね、お刺身食べたいということでね、ここなら日本スタイルのお刺身は売っているので、ちょっとね、お刺身ここで買おうかなということで、買ってみました。そしたらね、こんな形で、お刺身ありましたのでね、本当はね、サンディエゴ来たんだからサンディエゴの美味しいものと思ったんですが、悲しいかな、日本人やっぱお刺身は大好きということですね。さてね、このリゾートにはね、どんなところかちょっとご紹介したいと思うんですが、前回のね、ビデオでもお伝えした通り、専用の、ビーチがあったり、ヨットを貸してくれたり、先ほど写真にありました自転車を貸してくれたり、それからですね、パドルボートとか、サーフィンみたいなね、そういったものをね、貸してくれる、そんなね、我々にとってはね、ぴったりなリゾートです。これもね、船のクルーズもついてまして、ただね、これはね、我々がいた時には、一般の人がね、乗れるようなスケジュールではなかったので、乗ることはできませんでした。ただね、このね、専用のビーチって、これもう本当にいいですよね。で、しかもプールもあって、それからジャグジーもあると、ワイプールと言いますけどね、
まあ、ホットバスタブとかいうのかな、まあ、そういうのもあって、まあ、我々にとっては、まあ、今回ねサイクリングをしてテニスをして、そして、ビーチで遊んでプールに入ってジャグジーに入ると、まあねそんなねもう天国のようなね、まあ、そんなリゾートだったんじゃないかなというふうに思います。今ねご覧になっていただいているのはこれあの夕日です。これね着いた日はねやっぱりガスってたので全然夕日は無理だったんですかね、その次の日はねこうやっていい天気だったので、夕日というのがね、見える、まあそんな部屋だったので本当に良かったなというふうに思います。まあやっぱりね日本人ですからね、本当はゆっくりジェットバスタブとかそういうのがあったらいいんですが、そういうのはないんで、まあ、今回はねプールサイド、プールの横にあった、まあ、ホットバスタブですか、ワイプールって言いますよね、そのプールにね結構長い時間ね使ってました。アメリカ人は、あんまりね39度ぐらいのお湯にね長く使っていることはできないみたいなんですよね。なもんですからね、かなり我々1時間ぐらい使ってたんですがね、見てるとね15分か20分ぐらいでギブアップしてねどんどん出ていくんですね。やはり我々はね、まあ39度ぐらいだとねもうゆっくり入れますよね。まあ途中ちょっと上がってお水補給してなんて何回もやってるうちになんか1時間ぐらい入ってました。でねそんな入ってる中でね結構ねアメリカ人のおじいちゃんがね入ってきてね How do you mean? 言いながらね Where from? とか言われながら、なんかいろいろお話をしてくるんですよ。でいろいろお話を聞いてるとねどうもね別の州から来たみたいで家族、つまり子供と孫をね引き連れてきたんだよって言ってるんですよ。でわすごいななんて言いながら話をあれしてたんですけどね。で結局最後の方にねでも費用は全部僕が持ったからねなんて言いながら自慢話するんですね。まあ結構ねそうやって皆さんにね気軽に話をかけてくれて、まあコミュニケーションを取るにはすごくいい場所だなと思うんですよ。ただねこれがねアメリカ人とお話をする場合ね必ずアメリカンジョークっていうのを入れなくちゃいけないんですよね。でねこれが難しいっていうのが、その日本人の笑いのツボとアメリカ人の笑いのツボは絶対違うので、まあ、こっちからね変なアメリカンジョークだと思って行ったところでね全然笑ってもらえなかったりするなんてことがあるので、やっぱりねまだまだそこはね勉強しないといけないかなと、まあ、勉強するというかこれもうどんどん話して身につけるもんですよね。まあねそんなようなねまあ楽しいひとときをねジャグジーでやりました。さてね、夜はこうやって三日月がねくっきり見れて綺麗な空だったんですよ。そしてるうちにねなんか急に、曇ってきまして、あ天気の移り変えは早いんだなというふうに思いまして、ちょっとベランダにね急に曇ったから何なのかなということでベランダからねやったらまあ落雷ですね。まあもっともね今日は暑かったんでかなり遠くの方で入道雲、まあ積乱雲ですね、それがねかなりねもくもくとしていました。だもんですからねまあ雷が鳴って、まあ光がピカッとしてで音が聞こえるまでにまあ10秒ぐらいあったかな。だからもう7キロとかそんな先のねまあ落雷だったんじゃないかなと思います。だもんですからね実際雨は一切降らなかったんですがね、やはりね暑い、まあ日中暑かった時は結構ね積乱雲が出て雷がね起きるもんだんだなっていうふうにちょっと思いましたね。まあね本当にね天気の移り変わりっていうのがねすごくてね、まあそれはそれなりにね楽しいねサンディエゴじゃないかと思います。さてねまたね次の日また朝ねテニスコートを予約しました。もちろん誰も予約してません。
非常にね次の日もね前の日は落雷だったんですがね、こんなね、素晴らしいまた天気で、元気よくテニスをやって、まあ、そしてね、帰宅するというそんなね、休日でございました。ではまた、ティナ&ティムアメリカ暮らしでした。